聞いてねえよ。どこのドイツだ、ふざけたこと言いやがって。いえ、それはもちろんその社長が。クソオーナーなんか知るか。次は俺らの公演だ。うるさい、廊下に声が響いていたぞ。おい、 B の公演を横取りしやがってどういうつもりだ。なんだケイ、事前に承諾を取ってなかったのか。早がてんするな。横取りしたわけではない。チーム B 公演は順延を予定している。順延？延期だ。予定していたものはいずれお披露目する。 B の公演がなくなるわけじゃねえのか。まあそんならいいか。延期はしない。なんで俺たちが後回しにされなくちゃいけない。チーム K なんかのために。俺らのステージに割り込むな。ああ、やけに不満そうだな、ヒース。だったらこうすりゃいい。チーム K の公演に殴り込み仕掛けろや。お前ら得意だろ。なんで勝手にスケジュールを変えた。貴様のチームのトップは納得したぞ。答えになってない。 B は公演をやる。スケジュールの変更はなしだ。おい、 K の公演って告知を打ったんだ。やるなら対決しかねえぞ。対決かよ、エース。それでいいのか。ああ。じゃあ、K と B の対決公演で決まりだ。せいぜい頑張れよ、チーム K。これが K の公演スケジュールだ。今回は5番目のポジションで出すというだけにする。夜行が K のスタメンになるか否かは今後の取り組み次第であろう。そのことは夜行自身にもすでに通達済みだ。相変わらず厳しいね、 K 様よ。ジョーちゃんもそう思うよな。ああ、ダメです。勝手に入らないでください。社長は今打ち合わせ中なんです。部屋にいるならちょうどいいでしょう。お邪魔します。あんたがオーナーさん。こんにちは。バイトの履歴書を持ってきました。誰だって。あ、履歴書に書いてありますよ。あれれ、女の子がいるね。ひょっとして君が。よろしく。ねえ、君からも後押ししてくれない？ここで働きたいんだ俺。彼女に近づくな。ん？驚かせちゃった？ごめんね。その名前聞き覚えがあんぞ。タイガの兄貴だったか。てめえのおかげで店の後処理がどんだけ大変だったか分かってんのか。不法侵入に放火、
器物損壊何桁請求してやろうか。あ、それ違いますから。不法侵入以外は俺やってないんで、そこんとこよろしく。まあなんというか事情はあったにせよ、この店に迷惑かけたのは理解してるんで、俺としてはその迷惑分だけの貢献をしたいなと思ってるわけですよ。大丈夫大丈夫、万事 OK だから。雇用するかどうかの連絡を頼みます。ちょっと待ってください。正面入り口の掃除終わったよ。お疲れ。看板はもう出した？忘れると困るから最初に出した。僕もモップがけ終わったところ。あとやることは K、 他にすることは K。すまない、少し考え事をしていた。なんか意外、ケイみたいな完璧っぽい人でもぼーっとするんだ。あんなケイ見たことないよ。何かあったのかも。すまない、大丈夫だったか。そのコピー用紙の束はどうした？なぜ君が持っている？まさか運営が君に仕事を頼んだのではあるまいな。君にそのような気遣いをさせてしまうとは、すまなかった。俺が持とう。大丈夫だ。体調管理は常日頃から気をつけている。だが君にそのような心配をさせるようでは、俺もまだまだだわ。お、ケイ、持ってるそのコピー用紙、俺が運ぶよう頼まれてたやつだ。休憩スペースに置いてあったそうだな。一服と思ったらタバコを切らしててな。買って戻ったら紙が消えてた。つまり貴様のせいで彼女が運ぶことになったというわけか。よくわからんが、とりあえず謝っとくぜ。貴様が事務室へ持っていけ。エントランスでの仕事を終えたらホールの席へ案内する。おすすめの季節のスイーツを試食してほしい。清々しいほど態度が違うな。運営、こいつらにちゃちゃっと結果を報告しろや。はい、チーム K 対チーム B の中間発表をします。現段階ではチーム K が優勢です。お、幸先いい感じだな。 K は常に最高のクオリティでショーに取り組んでいる。その結果が示されたというだけのことだ。かー、相変わらずふてぶてしいね。おい、そこの死人みてえなの、ちゃんと息してんだろうな。なんだその青白い顔、千秋楽までやれんのかよ。
おいクソジジイ、ヒースはやれんに決まってんだろ。対決ふっかけた張本人が途中でぶっ倒れてみろ、大恥だぞ。問題ない。ヒース、あんたの手は借りない。行こう、水木、リコ。あれで持つのかね。お、戻ってきたな。お疲れ。どうだったん結果。やっぱ B が勝ってたやろ。最強やもんな俺ら。リコ、どうかした？ヒースさ、ダメなんじゃないの？マジで顔色死んでるし、舞台袖で座りっぱだったし。ああ、最近またあれやな、すぐバテるっつうかしんどそうやな。ちょっと調子良さそうだったのにね。でも前からチームで一番体力なかったし。そういうんじゃないっての。今日のショーだって声出てないとこあったじゃん。 MC 命のあいつが歌えないってどんだけだよ。やばいだろ普通に。言われてみるとそうか、かなり具合悪いってことだよね。水木とヒースは？ヒースは家に帰らせた。水木は水買ってくるってさ。じゃあ水木が戻ってきたらヒースの相談かな。相談って、そんなのしてどうにかなるのかよ。中間発表終わったのかな。結果どうなんだろう。どっちが優勢って話だけだし、ケイたちもそろそろ戻ってくるよ。落ち着いてるね、ヤコは。ああ、うん。まあ俺自身の課題は多いけど、やるだけのことをするしかないし、Kのショーを見ているお客様の反応は悪くないって感じてるから。それより気になるのは B かな。今日のショー、途中でヒースの声が出てないところがあったよね。パフォーマンスに合わせるのも辛そうだし、大丈夫なのかな。いつもの B と違う。見てるとモヤモヤする。パフォーマンスが合ってない。ああ、メンバーがヒースのカバーをしようとして少しずつずれてる気がするね。わかる。ステージ全体が徐々にいびつになってきてるっていうか。 K はそれを危惧して順延させようとしたのかな。え？うん、 B も気になるけど、僕たちは僕たちで全力を尽くすしかないよね。いたしました。ただいまよりチーム B の公演を上演いたします。ねえ、なんか変じゃない？ヒース、お前これはまずい。おいヒース、大丈夫か？ヒース。ヒース。
内申し上げます。一旦休憩を挟ませていただきます。今しばらくお待ちくださいませ。え、何？何なの？血？今度、血喉に詰まらせないよう口の中確認しろ。わかった。よし、大丈夫。くそ、しっかりしろヒース。すぐに助け来るからな。なんで、なんでだよ。ヒース、おい、しっかりしろ。目開けろよ。ステージ戻る。な、何言ってるんだ。動いちゃダメだ。その体でショーなんて。大丈夫。俺は歌。バカ野郎、大丈夫じゃねえよ。水木、全然大丈夫じゃ。くしょ。ヒースを裏口に運べ。外に車を待たせている。は？もう来たの？すでに呼んでいた。こうなることは目に見えていたのでな。早くしろ。ゴンゴ、足を持って。俺が肩を持つ。わかった。持ち上げるよ。1、2、3。ケイ、病院は前に運んだ場所だよな。ヒースには俺たちが付き添う。今日の B 公演中止を運営ちゃんに知らせといて。あと、すぐにチーム K の公演に切り替えてほしい。よかろう。水木、さっさと来なよ。大丈夫か？驚いただろう。ホールはざわついているゆえ、よければ事務室で休むといい。あの者たちの連絡を待つより他はなさそうだ。俺は運営に話をしてくる。すまんな。チンピラども集まったな。そんじゃ、さっさと結果。はい、では報告します。勝者はチーム K です。さすが K 様率いるチーム K ってか。お見それするぜ。なすべきことをなしたまで、当然の帰結と言えるだろう。その物言い、ある意味で不遜だよな。しけた対決だったぜ。勝利しても盛り上がらねえ連中でよ。ジョーちゃんもそう思うよな。ああ、そうそう、忘れてた。そのヒースのことだがな、あいつこの店できんな。ちゃんと連絡しとけ。は？おい、できんってなんだそれ。どういうつもりだ。ストップ、水木、話をややこしくするな。ああ、へえ、 B のナンバー2はよくわかってるじゃねえの。
感心感心。あんな醜態を客の前で晒した意味、理解してくれねえとな。ですね、つまり会社としては本人の安静をまず優先したいんです。その上で倒れた原因の究明と対策を立てて万全の状態での復帰を考えています。チーム B のステージに来られたお客様にそうでないと申し訳が立ちませんから。できんって言い方だが、つまりしばらく仕事はお休みってことか。はい、そういう意味です。妥当な判断でしょ、どう見ても。なるほどな、しばらく休みか。まあしょうがないな、ステージであんだけ派手に倒れたんやし。にしたってよ、あのクソオーナー、マジでクソだろ、できんとか。でもヒースは強制的に休ませた方が養生しそうだ。間違ってはいないよ。なんやリコ、お前もヒースの出禁に納得いってないの？なわけないでしょ、あいつは休めばいいんだよ。ただやっぱなんでもない。ということでしばらくヒースは店に来ないことになった。これを機にしっかり休めるといいね。騒ぎを聞いた時は本当に驚いたから。突然 K の公演になったって、バクステ大騒ぎだったよね。寝れば大抵治る、ヒースはたくさん寝ればいい。それ前も言ってたよな。ヒースの様子は対決の中盤あたりですでに怪しかった。過ぎたことではあるけど、今回の対決途中で中止するわけにはいかなかったのかな。そりゃ無理だろう、あっちが妙に突っかかってきた結果対決になったわけだし。そんな奴が途中で棄権するとは思えない。今後気になるのはあれだな、ヒースがかけたチーム B、あのオーナーがそのままにしておくかね。 B 潰しか、ありえそうな話だ。